わせて人々の暮らしが描かれた増水をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を抜きとし、周辺諸国との交易を通して琉球王国を築きました。そこに生まれた芸能は今琉球の文化を今に伝える大切な芸能として、多くの舞踊家によって保持継承されています。お届けしてまいりました首里城公演舞の歌舞伎はただいまの持ち主決定でございます。最後までご感謝いただき誠にありがとうございました。琉球王朝時代、首里城において誕生した古典舞踊と合わせて人々の暮らしが描かれた増水をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を満ちとし、周辺諸国との交易を通して琉球王国を築き上げました。そこに生まれた芸能は今琉球の文化を今に伝える大切な芸能として、多くの舞踊家によって保持継承されています。お届けしてまいりました首里城公演舞の歌舞伎はただいまの持ち主決定でございます。最後までご鑑賞いただき誠にありがとうございました。最後までご感謝いただき誠に